はい、皆さんこんにちは。 IH モドルフィンの吉野内でございます。本日はですね、カズタマ令和のユーザーさんにとって、有益な情報がありますので、そのお話をさせていただきたいと思います。実は、カズタマ令和でですね、ハドステを作るときに、こちらのですね、フォーグという商品なんですが、このフォーグの板をですね、カズタマ令和の下に引いて、それで波動水を作ると、まあ、普通に作った波動水と比べてですね、その効き目が約5割増しになるという、そういうことが分かってきました。簡単に使い方を説明しますと、まずカズタマ令和のスイッチを入れます。で、装置が立ち上がりますと、まあ、通常通りですね、まず測定のモードを選びますね。 L を選びまして、そして今度メニューを選びます。まあ、今日は世界平和ですね、これを選びたいと思います。はい、そして、まあ、測定をスタートしますという画面になりましたら、このフォーグの上にカズタマ令和を置いていただいて、そこに手を乗せます。そして測定スタートですね。はい、エーテル測定を今行ってまして、はい、アストラル測定に切り替わりました。はい、これで測定が終わりましたので、今度、波動転写します。お水をこちらに乗せまして、そして転写スタートですね。はい、このまま転写をします。約20分で転写が終わりますので、これでまあ波動水ができるんですけども、ただ単にですね、カズタマ令和の下にフォーグという、装置を、敷いただけなんですが、実はですね、この、フォーグを下に引くことによって、ここの場のですね、余計なノイズが、キャンセルされるんですね。で、実は波動測定をするときというのは、さまざまなですね、ノイズの影響がありますと、拾い出す波動情報というものが、正確に拾い出しにくくなるんです。KTS Pro という装置を使って波動測定を行っているんですが、その時にですね、スピーカーから出てくる音を聞いて、そして、共鳴音か非共鳴音か、どこに波動の乱れがあるのかというのを拾い出すんですけども、いろんなですね、ノイズがあるとなかなかその音の聞き分けというのが難しいわけです。で、ある時この、フォーグよりもう一つ大きいプレートでですね、 FTW プレートというのがあるんですが、それをの本をですね、実は読んでましたら、その FTW プレートを見たですね、ミルトンさんというですね、宇宙人の方が、ここになんで UFO の部品があるんだというふうにおっしゃったらしいんですね。で、なるほどってね、その FTW プレートっていうのが、UFO の部品なのか、やっぱり、UFO の部品ですから、宇宙のエネルギーを集めてるんじゃないかと思いまして、で、ある時 KTS プロの装置の下にですね、その FTW を置いてみたんですね。すると、その音の聞こえ方がですね、まあ、イメージ的には、湖のその湖面がですね、風が吹いてこうさざ波が立ってるような、そんな感じの聞こえ方だったのが、 FTW を引くとですね、スーッとですね、もう風が止んで湖面がこう鏡のようにですね、きれいに、なった状態のように聞こえたわけなんですよ。で、これはすごいと、KTS プロでそのような変化が出るんであれば、カズタマ令和で測定するときもやはり同じような場のエネルギー状態になることによって、必要な情報をさらに正確に拾い出せるだろうと思いまして、それで、このフォーグを引いた形で作ったハード水と
もう工具を使わないで通常通り測定して作った波動錐2つ作りまして、それを比較してみました。 KTS プロでその比較をすることができるんですけども、実際に比較してみますと波動の乱れの修正効果が約ですね5割増しになってたんですね。はい、それぐらいまあすごくいい効果があったということが分かりましたので、もしカズタマ令和をお使いの方でフォーグとか FTW プレートですね、まあ、お持ちの方はそのように使ってみるととてもいい波動錐が作れると思います。今持ってない方もですね、このフォーグ2枚組になってますから、2枚セットでね購入してお友達とね1枚ずつ分けるとか、そういう使い方をすれば、まあ、そんなに高いものでもないと思いますので、ぜひたくさんの方にですねお試しいただければと思います。はい、ということで本日は、フォーグとカズタマ令和の使い方の紹介でした。ありがとうございました。